シアパナマカム、シアパナマカムです。さあ何でしょう。難しいよ。シアパナマカムクエスチョン、シアパナマカム。これみんな調べてくんちゃいますか。なんでやで。鼻いっぱい噛む、そんなこと言うわけないでしょ。ねえもう、あー惜しいじゃなくもないけど、違う、元気じゃない。いや今元気だけど元気ではないです。元気だよは何これ。バイかな。元気だよは多分バイ。みんじゃあ答え言いますね。ささシアパナマカム、あなたのお名前は何ですかでした。絶対にこれは当てられない。え、何これ、拡大できたの、なんだよ今ブースト、ちょっと待って、ねおかしくなっちゃった。バイだ、近畿だよはバイでした。じゃあアクスカカム、アクスカカム、アクスカカムは何でしょう。アクスカカム。みんなさ似たような言葉言ってるだけでしょ。握手書いちゃうね。アクスと当たったも違うし。ねえ、おお惜しい惜しい、大好き惜しいな。まあ大体答えかもしれないけど、じゃあ答えを言っちゃうと、アクスカカムはあなたが好きですでした。じゃあね、次はアクジュカスカカム。ちょっと似てるね。似てるということは何かがちょっと変わってる。アクジュカスカカム、明日ジュース食う。違うんだけど。ねえ、さっきさ、あなたが好きですって言ったでしょ、それと似てるってヒント出したのに。ちょっとみんなさ、そうじゃない、もうおしゃれに買い完売したい、そりゃそう。おちょっと待って、正解が出てしまった、結構早めに。私も好きです。あ、それってさ、ごめん、今の問題じゃなかった？そう、私も好きです、私もあなたが好きですでした。
私もあなたが好きです。あなたが好きです。アクスカカム、私もあなたが好きです。アクジュカスカカム。じゃあね、これは何でしょう。みんな絶対に調べちゃダメだよ。自力で答えなきゃ面白くないから。チャンティー、チャンティー何ですか。今はインドネシア語を言ってます。勉強中。でもないけど、チャンティー。お、すごい。え、今適当に言いました、もしかして。ねえ、正解出ちゃったんだけど。すごっ、かわいいでした、チャンティー。チャンティー、かわいい、合ってるよ。そう、なんとなんと正解しちゃった。かわいいでした。じゃあ次、ガントゥン。ガントゥンは何でしょう。ニットもかわいい、ありがとう。うお。いや、ねえ、やん、ありがとう、わたちゃん。やばい、え、ちょっと待って、今めっちゃちょうどいいかも。ガントゥン、あ、ガントゥンプラスガントゥンと、さっきのガントゥン、テリマカシ。あ、ごめん、気づいちゃった。テリマカシ、ガントゥン。わたちゃん、ありがとう。テレマカシはさっき言ったテリマカシだった。テリマカシはテリマカシはありがとうで、ガントゥンがかっこいい。わたちゃん、ありがとうね。ああ、パフェだ、ありがとう、かわいい。いやー、びっくりだ。わたちゃん、ガントゥン。ガントゥン、ガントゥン。あ、雑誌見せる。これは昨日の1ページ。キャップコーデ。こちらにはギフトをくださった方のお名前とくださったギフト表示というか、ここに載せます。これはカラオケでしょ？で、これがザク。これは青春のサランラップタイム。これが昨日の夜ご飯じゃなくて朝ご飯。何？昨日の。そしてこれは初日のやつで、ギフトとハーモニカしたのとカラオケと、あと猫踏んじゃったは引いてはいけない。ベレー帽は
んな感じで、昨日じゃなくて一昨日です。これは来てくださった方のギフトをここに載せて、これは昨日のじゃなくて一昨日の朝ごはんに食べたもので、これは爪が青白い。何？お母さんがしたね。すがらしい、すがらしいって言っちゃった。やだやだ、すがらしいってどういうこと。でこちらがミニの表紙をイメージして作ったものでございます。こんな感じで工夫して作りました。なのであの表紙を作って、今見せたこのページが最終的には雑誌になるっていうものです。この1週間の思い出といいますか、やったことをまとめてこの1冊になります。そんなことを考えております。そうなんです、お洋服もミニをイメージしてコーデをしています。今日は赤ニットにパーカー、グレーのパーカーで、ここには可愛くひらひらをつ着て、で三つ編みにしました。いつもミニらしくコーディを組んでいます。そうです、メイクもそうですね。今は4日目ですけど、いろいろなコーディを組んだりして頑張ってます。ねえ、ちょいちょい はい、いつも頑張っております。ミニ、いろいろといつも企画を考えているので、はい。企画を考えていますので、本当に今頑張ってます。ありがとうございます。
すごい元気になる、嬉しい。愛してるありがとう。そうなんですよ、今イベント期間なんですけど、やっぱり平日ですので、学校午前中は学校に行かなくちゃいけなくて、本当に準備期間も全然なくて、だけど本当に朝はすごい本当に何もしてない状態なんですけど、夜は返信してミニらしく頑張ってます。嬉しい。スクショタイムします。じゃあ今スクショタイムをしたいと思います。皆さん撮る準備はいい？いいですか？じゃあマジレイナ、あんまりまだポージングとかは上手じゃないんですけど、行きまーす。はい。メガホンはいらないかな。うん、テレフォンもいらないかな。今パーカー持ってるけど全然わかんないね。今フードかぶれないから。パサクールな感じ、クール、おーどういう感じだろう。クールいい。よかったよかった、おもろい。よかったです。よかった。いや私ね、クールな感じで撮るの本当に慣れてなくて、もう私の私のなんて言うんですかね、私の愛嬌と言いますか、私は笑顔が大事なので。笑顔じゃないと本当にクール系は向いてないんですよ私。クール、このプ
ポーズしたい。でも今日はこのポーズ合わないから今日はすんこれ合わないからね。まあこんな感じとか。じゃあ久しぶりにキャッチフレーズしましょう。久しぶりにね。でもだよ、キャッチフレーズする前に、もう行かれたかもしれないねえ。いなくなっちゃったよね。キャッチフレーズする前にいなくなっちゃった。なくなっちゃいました。え、カッピ気づいてないの？アイラビューありがとね。でも歌います。歌いますじゃない。歌いますじゃない。なんで今歌いますって言っちゃったんだろう。うん、全然キャッチフレーズする。いくよ、いきまーす。ごめん、間違えた。歌うって間違えて言いました。失礼。いくよ。はい、海の色は、うーん、空の色は、うーん、いつも笑顔なのは、あおひゃお、ありがとうございます。新潟から宇宙の果てまで青の笑顔を届けます。新潟県出身、高校1年生、16歳、青ちゃんこと新澤葵です。よろしくお願いいたします。じゃあの一枚はね、キャップコーデになった。なんかお母さんがもうさ、ちょっとまだカラオケしないんだけど、ごめんね。ごめん、聞かせてくれ。初見さんありがとう。ちょっと予習の時間がないので今聞いてる。かわいい。あ、目薬あるんだけどね、あのコンタクト用の目薬あるから、それ準備する。
壇上にいるお姉ちゃんごめんだけどすぐ見つけちゃった。ねえやだ桃、ねえ無理、ちょっとやめてよ。で、ね、ブスミかなって思ったら桃だしやめてくれ。すきゃー、やばい、今目が変な方向に行ってた。ハートありがとう、ありがとうね。ダンボールじゃないやだ、だるまさんのことダンボールって言っちゃった。ごめん。ダンボールが転んだわ、やだ。タタ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 。ね、ダンボールって言っちゃった。めっちゃ歌いたい曲なんだけどね。あ、ありがとう。じゃあ歌えないところは歌えないところで。っていうか今何時？ハートありがとうね、本当にありがとう。9時22分ありがとう、教えてくれてありがとう。ありがとう。うん。え？いや、反対でつけてたじゃん。ちょっとしっかりして。カルパス食べながら聞いてもいいですか？どうぞどうぞ。初見さんありがとう。んー、じゃあ歌おうかな。ちょっと不安だけど。ゆっくり。いただいて、カルパスちゃん。ちゃんちゃんちゃん。おばあちゃんのファイバーダイバーダイバーダイバーとか覚えないとね、本当にもう、もう、はい、
や、七、ただ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 どん。サラダ食べながら聞いてもいいかな。全然いいよ。オッケー、タイミング。タイガー、ファイヤー、ダイバー、ダイバー、ダイガー。全然違う、違くない？やっぱ分かんない。どうしよう。ちょっと待って、私これ2回言ってない？どうだろう？ DD、ドゥ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 、分かんもし君のどこを離れたなら、君はちょっと寂しくなるかな。意地悪考え、好きな人がいるのなら内緒にしてね。神様は将来と指輪をどこかに隠してね。君の好きに合わせたんだ髪の色、私の中君だけで過剰青春は中学園責任とってね、大好きです。息づかない。絶対アイドルやめないで、優しい目も真面目顔も全て知ってる私が言う、絶対そうだね。輝いて、星は街じゃ輝かないの、まだ君が世界一だよ。君の夢は何ですか、教えてほしい。その夢がアイドルじゃなくても覚悟はしてるか。星のいない空、それが見舞えて、暗い道に目が慣れずに踏み出すのも怖かった。そんな時やっと見えた光。絶対君は歌ってて、ただ寝言わかってても、君はキラキラ衣装が似合う。絶対大きなステージでいつでも前で感じたい。今日の歌い方なんか好きだな。今の努力私の何立つ、この関係は強くて重いの、わしの幸せを願った。だけどだって君はアイドルよ。初めて目が合った日から、今日も明日も君ばかりだ。絶対アイドルやめないで、これはなくばいないよと言わなし、恋よりももっと好きな方でよかった、溶けないままで。
ンブンブンブン。絶対アイドルやめないでね。エンテニーじゃなかったよ。絶対とやめないで。やばい、なんかカラオケし始めるとコンタクトが乾いてるのかよくわかん、乾いてくるのかよくわかんないけど、なんかめっちゃコンタクトがまた乾き始めちゃった。でもまた目薬用意するの忘れちゃった。もうそんなこんなしてると1年経っちゃうよ。あと20年頑張ります。確かに歌詞に集中しちゃうからなのか。歌うのに必須。世界一だな、好きだ。タラタタラタタタタタラタタラタタタタ。もう目薬系アイドルってジャンルあってもいいくらい。えやんいや歌えるかな、これ挑戦大事だから。Boop boop 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 bo
難しそう。君のことが好きだから僕はいつもここにいるよ。一コミに紛れて気づかなくてもいい。君のことが好きだから君と会えたそのことだけで温かい気持ちでいっぱいになる。永遠の先。あ、見た、また来た。ちょっとやばいかも。激しいギターでしたね。無理。音楽の先生に見せたらふざけてるでしょ。って言われちゃうかも。じゃあね、やっとこっちを歌いたい。なんか久しぶりすぎるから歌えなかったらごめんなさいね。まだ配信で一回も歌ったことがない。でロックに猫踏んじゃった、弾いてあげるね。じゃあ、いやでも練習、これはもう練習しないといけない。波乗りかき氷、あなたが好きなもの三つ目には、私を好きになってね。得意げなボートが砂浜を忘れてるよ。大きく手を振ったのにまるで気づいていない、自由な飛び魚だね。ちょっぴり拗ねたふりして愛を裏返して、背中でもやこう誰か手を貸して、さオイルを濡れてないから、チュンチュンチュン、波乗りかき氷、あなたが好きなもの他の何か目に入らない、波乗りかき氷、あなたが好きなもの目には、私を好きになってね。夏が終わる前に、やっと帰ってきた濡れた髪のあなたは勝手に満足げね。メロンのかき氷を食べながら笑った、頭がキンとするよ。好きなものに囲まれてあなた幸せでしょ。少年のように空の太陽に、いや見ていてみても山盛り待ち冒険、二人はどうなるの。後になって寂しくなるよ。山盛り待ち冒険、二人はどうなるの。いないと
私じゃダメかな、私じゃダメですか、一番じゃなくても構わないからね。波乗りかき氷、あなたが好きなもの、他の何か目に入らない。波乗りかき氷、あなたが好きなもの、いつ目には私を好きになってね。夏が終わる前に、チャッチャッチャンプ。やばい、懐かしいです。日向さんの卒業コンサート以来でございます。懐かしすぎる。しけんさんありがとう。確かに今週こそ日向祭りじゃないですか。やっと私が来たー。あ、カルパス終了しましたか。カルパス。楽しみにしててね。お菓子ありがとう。あー、いやダメかな。あたひやダメですか。いや、なんでもないから。でっててけってってけって。公演中なのかな、ちょっとよくわからないけれども。まあまあ楽しみにしててね。ひなた祭り。Watching。ぐぐぐ。あくびをかましたぜ。日向祭りは6時から。え、嘘でしょ。なっ、高則さん、おいちゃんいい子だった。いや、嬉しすぎて涙。嬉しい、そう思っていただけてたって嬉しいです。ちょっと待って。やばい。なんでもう一回やらないといけないの。いや、私は話せてなかったよ。話せてなかったから本当にやばいんですけど、まあ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 だから楽しみにしてて。ウォッチングってさ、何、撮影してるところってこと。私撮影してるの分かんなくてさ、ちょっと変な顔してるかも多分。
え、撮影ってこと？ねえやだ映像付きなの？ちょっと待って、私本当に分からなかった、収録撮られてんの全然分かんなかったんだけど、変顔はしてないと思うけどね、ちょっと待って撮られてんの分かんなかったんだけど、ちょっとプルルルみんな見ちゃダメだよ、ウォッチング禁止ウォッチングの強化公開をちょっとなし NG にします。ねえ見ちゃダメ、みんなダメだよみんな見ちゃダメだから。まあ変顔はしてないから大丈夫なんだけど、まあさすがに変顔はしないよね、さすがに。そう、撮られてんの分かんなかったマジで面白かった。だってさ、なんか収録ラジオって聞くとさ顔映らないんだって思っちゃうの、私はまだ S しかやったことないから、だから撮影してんの分かんなかったいやなんか撮影してそうだなとは思ったんだけど、いやこれ撮ってないかもって思って、いやちょもういや、もう油断してた、油断してました。え、説明なかったよ、こちらで撮られてますのでとかなかったです私、だからは知らなかった撮られてるの。分かんなかった、ね、やばい喉渇いたんだけど、どうしようどうしようどうしよう、脱水症状のやっちゃう喉渇いちゃった。え、本当にあの最初の方とかマジで素の私かもしれん、素の私っていうかマジで本当に顔死んでるかも私ね、途中からね、途中っていうか最後の方に気づいたの、あこれワンチャン撮ってるくねって思ってなんか最後の方に気づいてちょっと笑顔になったかちょっと待ってちょっと無理無理、本当に見ないで見ないで本当に油断してた、よくない、母さんの芋の持ってきて、ファンにはたまらないやつ、まあならいいけど私もなんかちょっと無理だわあ、取られてるなんかわからなかったよ、もうマイクに向かって何でも叫ぶ、ねえあくびはしてるか、いやあくびは多分しないね、さすがにできない、できないじゃなくてさすがにあくびはしないでしょ、ねえあくびとか鼻ほじほじもできしないので、まあ、そこは多分ないと思うけど、ワンチャンあくびしてたら本当に申し訳ないです、アイドル資格、え、あの紅茶にしてくれなかったの、何ふぅやばいやばい
日向さん見て野菜取らしてるのはさすがにやばいです。今日も昨日と一緒で T です。よだれなんてそんなことはありませんよ。ジュルやだ、ジュルってもうやん。今9時40分か。 OKOKOK。 じゃあ今日はちょっと歌ったばっかだけど、こちらをなんか今日これに合ってる気がするから、スキブの合宿来たけれど、一週間先の予約だった。マネージャーの君が日にち間違えてた。絶対にありえないミス、ごめんなさいで必死に謝る姿に僕はキュンとしてしまって、怒れないのはなぜだろう。ポンコツな君が好きな、いつも私ばかり踏んでる。頼りないところがいい、なぜか安心できる。失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛いよ。そんな人間らしさに僕はどんどん惹かれてゆく。仕方なく帰って気がついた。みんなの荷物はどこへ行った。忘れてきちゃったのに、どうせまた行くからって、くたくのないその笑顔。そう、人生なんて肩の力を抜かなきゃ、きっと息苦しくなるから、楽しくやってゆこう。ポンコツぶりも個性だ、君がおおらかに見える。完璧にできることが大切なんじゃない。そんな君のそばにいる僕の器小っちゃすぎる。何度間違ってもいい、もっとたくましく生きなきゃ。人はみんなちゃんとしようとする。言われたことだけを言われたようにやる。欲しかったのは自由。どこかネジが緩んでる。マイペースな君の価値が、思うようにいかないこと気にしないで生きる。ポンコツコツの君が好きだ、いつも年ばかり踏んでる。頼りないところがいい、なぜか安心できる。失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛いよ。そんな人間らしさに僕はどんどん惹かれてゆく。守っ
あは。ありがとうございました。いやん、いやんじゃない、 やばい、最近さやばいかも、いやんって言っちゃう、ごめんね、みんな本当にごめん、ありがとう。ちょっと待って、どこ行った、どこ行った、いや、あった、カッパちゃん、カッパちゃんだね、ありがとう、カッパちゃんだ、ありがとう、ありがとね。カッパちゃんありがとう、びっくりした、ありがとう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 ね、嬉しい、ありがとう、カッパちゃんありがとう、ありがとう、ありがとう、嬉しいな、今日はたくさんで嬉しいな、嬉しい、1,2,3,4,5、あー嬉しい、嬉しい、嬉しすぎる、今何時だ、そう、青いフォルダーに、9時46分、オッケー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 、じゃあもうみんな知ってる通りあの曲で締めます。ありがとうね、カッパちゃん、美しいあの街、希望が住むと信じてきた、私が生まれ育った全てを知ってほしい、一番大事な人を連れて帰ること、出会ったあの夜約束した、思ったよりも優しくて風景が不意に滲んでくる、夢が叶うとその想いが溢れ出して瞳から伝えたくなる、あなたと一緒に歩きたい、せーの、あ、レイボー、レイボースターありがとう、ペイナイトもありがとうね、季節の移ろいは成長してゆく心に似ている、いろんな花を咲かせな、思い悩んで音になってゆく、問屋の空の下から見守ってくれた誰かの存在、支えの
ずに笑っているよ、はね吐き甘えないように、愛とは涙、人のために泣けることで幸せを噛みしめている。大地は新しい芽を出す。苦しいことも悲しいことも喜びに変え、笑顔になれる、いつだって明日は来る。ブーブーブーバンバン、未来はいつも優しくて、風景が不意に滲んでくる。夢が叶うとその想いが溢れ出して、瞳から伝えたくなる。あなたと一緒に歩きたいよ。パンプキン、ありがとう。実はさっきあくびした、だから目がうるうるした。え、嘘やだ白目向いてた。これ恥ずかしいいや、白目とか無理。嘘でしょ。今日だけじゃなくてたまにしてるの。恥ずかしい。ねえ、綺麗な白目。白だった。白だった。面白い。白目と目が合ってしまった。あー、ごめん、変顔は始めてません。じゃあみんな白目なの分かってて、分かってるのに言わなかった、今まで言わなかったのね。もう時間かな。白目アイドル嫌だな。54分。あおちゃん明日も学校だし、まあ明日でラストだから頑張るしかない。うう、頑張るぞ。明日も早起き、明後日も早起き、休みも
確かに、あと1日と思えばなんだかんだ頑張れるかも。頑張るね。明日も朝7時からです。明日も7時からで、まあ今日と同じかな。朝7時やって、はい、チャットもね、ちゃんとこの配信の前に書きました。だから、まあ、また10時には届くと思う。そうだ、あさっては公演ですね。わお。楽しみじゃ。楽しみ。昼公演行くよ。ありがとう。待ってるね。夜公演行きます。ありがとうみんな。おー、危ない。57分でした。じゃあ男女読みますね。男女読みます。じゃあお姉ちゃんが13位にいるということで、もう14位から読んじゃいます。14位らんまるさん、ありがとうございます。13位お姉ちゃん。12位いのちさん、ありがとうございます。11位じいさん、ありがとうございます。10位竹蔵さん、ありがとうございます。9位ソルさん、ありがとうございます。8位高千代ピピピさん、ありがとうございます。7位メガネさん、ありがとうございます。6位カッパちゃん、タワーありがとう。うういやね、ごめん。8位高千代ピピピさん、とはありがとうございます。うん、うん、ちょっと待って待って待って、日にちバグってるかも。うん、ちょっと待って、私合ってるのか。合ってるよね。うん、ちょっと待って待って待って、うん、ちょっとあれ、今日とは投げてくださったか、なんか違くない。私合ってるよね。ん、あ、メガネさんから、昨日だよね。昨日だよね。やばい、昨日と混ざっちゃった。そうだよね。じゃあカッパちゃんで合ってるのか。カッパちゃん、ありがとう、ありがとう。5位ジョルさん、タワーありがとう。4位お金持ち先生さん、ありがとうございます。3位マサボーさん、タワーありがとうございます。2位ワタちゃん、タワーありがとう。そして1位キョセンさん、タワーありがとうございます。ありがとうございました。いい、はい、タワーたくさん投げてくださって本当にありがとうございます。あと3日間かな、よろしくお願いします。バイバイ、おやすみ。